ちらではテーブルの上の手の動きを認識をして、それで手の操作で ICT の機器を操作すると、そういった新しい技術のご紹介をしております。こちらの装置では今2箇所にカメラがついております。このカメラで手の形状、指の本数ですとか動き、こういったものを認識しております。あとプロジェクターが入っておりますので、プロジェクターを使ってテーブルの面、紙の上、そういうところに情報の表示をやっています。使用している2台のカメラはウェブ用の低解像度のもので、プロジェクターも市販品をそのまま流用しています。で今、アプリケーションを3つご紹介いたします。まず最初は、簡単スクラップと呼んでいるものです。このテーブルの上に、紙の書類を置きまして、で、スクラップを取りたい場所、ここを指でなぞっていただくと、そうするとなぞった場所がそのまま情報として読み取られております。次はお好みパンフレットと呼んでいる、デモンストレーションになります。はい。旅行代理店のカウンターなど、そういったところで、お客様と店員さんが、紙のパンフレットを使って商品の、紹介を受けていると、そういったシーンです。紙のパンフレットをテーブルの上に置いて、ボタンを一つ押しますと、緑色の点で出ているところ、今、紙の情報を読み取って、追加情報、新しい情報が出ているところを表しています。気になる情報があるとクリップボタン、ボタンを押して情報を表示すると。で、気に入った情報があるとそれをボタンを押して、気に入った情報としてクリップしていくと。で、次々にクリップしていくと自分の気に入った情報がこのように溜まっていきます。で、溜まった情報は最後に、紙の地図を出して、でそこにまとめてあげると自分のお好みのパンフレット、旅行情報ができると、こういうものです。ここで操作した情報というのは基本的にパソコンの上ですとか、そういったところでやったもの と、同じような情報ですから、最後に例えば、印刷物として、まとめていくですとか、お持ち帰りいただく、そういったことも当然可能です。はい。次は、ブレスト支援といいまして、会議などの支援で使っていただくものです。こういった紙の付箋を使って、会議の中でアイデアを出して、どんどんアイデアを貯めていくと、そういったシーンです。で、通常ですとこうやってアイデアを出し終わった後は紙の、カメラで写真を1枚撮って、まあ、終わりと、普通なんですけど、この装置の上でやりますと出したアイデアはそのまま電子的に取り込めます。で、取り込まれた情報はそのまま触ることができますので、ここ でまとめ直しを行ったりですとか、あとこういった線でつないで関係づけをするような、まあ、この情報を保存しておいていただいて、翌日また同じところから再現していただくと、そういったこともできて、であとはそこでまた新しくアイデアが出てきたら追加をして、でまとめ直していくと。で、最後にグルーピングをすればきれいにまとめてくれると。別の使い方として、例えばテーブルの上にこういった3次元の CAD のモデルを出しまして、それで手を使って直感的に操作するということができます。これはテーブルの上の手の位置と連動しまして、上下に動かすと拡大縮小、前後で縦回転、横に動かすと横回転、回転するとそれに合わせて 3D の CAD データが回転すると、こういった直感的な操作をすることもできます。こちらに、ありますカメラで、まず手の画像を、撮影します。そこから手の色の情報と、あと、モデル、あの形状の情報、それを使いまして手の、輪郭情報を正確に読み取ります。で、そこから、最終的にはあの指先の一点ですね、この一点の、縦横の情報、あと高さの情報、これを正確に読み取ることによって、テーブル面や、紙の面、いろんなものへのタッチを、正確に検出すると、このようなアプリケーションを実現します。1本の指だけを検出するので、このように手を広げても反応しませんが、指さすことで両手でも指先を別個に認識することができます。今後はこういった技術の実用性ですとか、技術的な課題、こういったものを解決していきまして、2014年での実用化を目指して今研究を進めております。